の勝利、きっと未来につながってるはず。ふう、助かったぞ。身の内より気の湧く源、これすなわち鍛錬。使いようによって気は千にも世にも転じよう。天中の山に隠れ住むわしら戦機を操り、術となす同志。悠久の時をまたに世の行く末を見守ってきた。しかれど打ち続く戦乱は世を悪しき気で包み、昨今は凶悪なる妖魔さえはびこる始末。ここに王たも何かの縁、一つ共に妖気の元凶を突き止めてみるか。乱世に光をもたらす気の持ち主よ、白卓もお主を気に入ったようじゃ。まさかこの山まで妖まで溢れてしまうとは。漂う妖気が耐えておらぬ証拠じゃのう。老師様、無茶はなさらないでください。お主に言われるとは。年は取りたくないもんじゃ。何か分かったようじゃの。急いで戻るか。なるほど、後金どもに妖気があふれておったのはやはりそのせいか。心当たりがある。確かこの辺りにあった。これじゃ。木からなる丹薬は莫大な気を得てこそ真の丹薬へと昇華する。莫大となれば戦や災いによる多くの死がなくば得るは死な。加えて妖気を集める器となるは人の身に宿る丹田。耐えうる丹田を持つは古の竜の一族に連なる者のみだという。この真の丹薬とやらが騒動に絡んでおると見て間違いなかろう。同志様、竜に乗った同志に心当たりは？邪法に手を出す同志なぞ5万とおる。じゃが妖気をたどれば正体を突き止められるやもしれん。じゃあ次は都じゃな。洛陽の猿高官に穏やかでない噂がつきぬ。行きましょう。くれぐれも気をつけてな。交渉を頼む。向こう水なところは
あいつとそっくりじゃ。ん？